皆様いかがお過ごしでしょうか。最近というか以前から DIY が流行っていて、いろいろ動画を上げている方もたくさんいらっしゃいますが、素人に本当にできるのかなと思う人もいるのではないでしょうか。私もそう思う一人です。なので動画でよく見る DIY は素人の私でもできるのか検証してみました。今回はこちら、壁倒立をするときに勢い余って壁に穴を開けてしまうことありますよね。今回は壁に開いた穴を DIY で塞いでみたいと思います。再度ご忠告です、私はど素人です。工具の使い方が悪い、自分だったらこうするなど思うことにはたくさんあると思いますが、温かい目でご覧ください。反対に私にできるということは誰にでもできるということなので、皆さん自身を持ってください。さてそれでは早速始めます。用意したものは概要欄をご覧ください。まず穴のサイズを測ります。上下左右2センチくらい余裕を持って測ってください。そして壁の厚さも測って、厚さと同じボードを購入します。通常は石膏ボードを使って穴を塞ぎますが、断面のこのポロッポロした感じが嫌いです。カメラマンは結構こういうポロッポロ系嫌いです。なので今回は合板を使って塞ぎます。先ほど測った大きさに合板をカットしてきます。それで穴を塞いで鉛筆で周りに印をつけます。次にカッターで線に沿って切っていきます。差し金などを使うとやりやすいです。結構力を入れるので勢い余って手を切らないように気をつけてください。ボードカッターというものがあるらしいのですが、この程度なら普通のカッターで十分です。あとかなり床が汚れますので何かで保護してください。ホームセンターで売っているマスカーというテープとビニールが液体になっているやつがおすすめです。結構粉が舞うのでマスクも忘れずに。最後にカッターで周りを整えて、板がちゃんとはまるか確認してみてください。買い切れました。次に穴から2センチくらい広めにクロスをカットして剥がします。カッターを入れるときは強すぎず弱すぎず、そして剥がすときはクロス1枚だけめくって白い薄皮みたいなやつは残してください。穴の辺の長い方の長さプラス3センチくらいの木だ角材を用意します。ホームセンターの端材コーナーとかに転がっています。厚さは3センチくらいあれば十分です。それをこんな感じで止めていきます。止めるにはボードビスというビスを使います。今回はこちらを使います。あまり穴の際だとボードが割れてポロッポロしますので気をつけてください。ビスはちょっとだけ埋まるくらいに打ちます。ちょっとだけ。両サイドくっつけたら板をはめてビス止めします。これもちょっと埋まるくらいに打ってください。はい、こんな感じで切ったら境目にファイバーテープを貼っていきます。こんな感じのメッシュ状のやつホームセンターにあります。縦の補強をしてくれるらしいです。そして縦埋めしていきます。ホームセンターで壁補修用って書いてあるのが売っています。水と混ぜて作るやつもあれば、もうできていて塗るだけのやつもあります。塗るだけのやつが断然楽です。
縦コーナーに縦ベラもあるので一緒に買いましょう。綺麗に平らにしたら乾くまで放置します。中途半端に触るとやり直しになるので次の日まで待った方がいいかもしれません。私は触ってしまったのでもう一度やり直しました。せっかちはダメですね。ということで余計なことをして途中までしか撮影できませんでした。ここまでで大体1時間くらいでした。撮影していないもう一箇所の方は30分くらいでできました。流れが分かっていればそんなに難しくない作業かなと思います。ここまでは私でもできるので誰でもできると思います。注意点をまとめると、床がめちゃくちゃ汚れるから対策をする、マスカラがおすすめ、カッターで切るときは余計なところを切らないように気をつける、椅子を打つときはちょっと埋まるくらいに打つ、埋めすぎ注意、縦は中途半端に触らない、せっかちは良いことないよ、といった感じです。おそらくクロス針の方が素人には難しいと思うので次回はそちらに挑戦してみます。以上今日の出来事でした。